見事に実った麦畑で風が吹くと風の形がはっきり見えることがある風に踏まれた麦穂のくぼみが広い麦畑を自由に駆け巡っていく人々はその様子に麦を守る精霊の姿を見た麦穂に似た色の毛皮を持ち時に畑を荒らす草食の獣たちを蹴散らしてくれる麦畑の守護神しかし 神よりも金を信じる商人はそんな話には無頓着だったその日も若い商人は二馬車に商品を積み込み目的地に向かっていただが「主よ主よこれ主よ」これ。主よ あお、うんなんだお前か、うん、まったく中庭で昼寝とはわっちの旦那様はいい身分じゃなああいやというかようやく冬の忙しい時期が終わって最後の客が帰ったんだウトウトするくらいいいだろう主はわっちがうつらうつらしておるだけで怒るがのそれはお前が客の宴会に参加して暖炉の前で眠りこけてたりするからだ はって、そんなことしたかのまったくそれはそうと、こんなところで何をしておるのかよ日向ぼっこなら他のところの方が良さそうじゃがお前を待ってたんだよんわっちをなあ、一体どこに行ってたんだ朝から湯屋のどこにもいなかったが <laughs> これを見ようんキイチゴ山に入ってたのか それにしてもい実ががななるのが早いな山の中には湯のせいか冬でも雪の積もらぬ場所がありんすそこだけ季節が一つ早いんじゃそれでいろいろ実っておって花のきく森の連中も目をつけておったがわっちが一番ノリじゃへえあんまり取りすぎるなよたわけわかっておるわっちはこれでも剣狼と呼ばれた狼じゃからな 森の獣たちのことはきちんと考えておる。キイチゴを手に満面の笑みの狼ね何か言ったかよいや、何も、うんん。主はまた随分な量の毛皮を仕入れたの。これは何なんじゃ湯屋の客用の毛皮だよ。ここ数年仕入れてるだろうん。そういえばそんなことをしておったような気もするが。 こんなにすごい量だったかやせいぜい木箱に1つ程度だったような気がするが小遣い稼ぎのつもりで始めたら客から評判が良かったからな仕入れれば仕入れるだけ売れるから今年は量を増やしたんだ久しぶりの大商いで昔の行商人時代を思い出すよそういえばここしばらくずいぶんそわそわしておったのこれが到着するのを楽しみにしておったのか主はいつまでも商人のままじゃの 初心忘れるべからずというだろ年寄りの冷や水にならぬように注意してくれれ御年数百歳の賢老様にそう言われるとは思いもしなかったよ <laughs> <laughs> で、わっちを探しておったというのはああ、ほら、お前は立派な毛並みの尻尾を持って手入れに余念がないだろうん、わっちの自慢の尻尾じゃ 主もまあまあ見る目ができてきてたようじゃなあお褒めに預かり光栄です。だがやっぱりにわか仕込みの俺よりも毛皮の質に関しては1かげあるお前に目利きをお願いしたくてな。うーんほら去年もその前もお願いしたじゃないか。今年も毛皮の品定めを頼めないか適正な価格で商品を売ってこそ商人は客からの信頼を得ることができる。<laughs> 主は温泉宿を開く時わっちのかやお約束わっちの前に膝をつき主はこう誓ったではないかいつでも入り放題の温泉柔らかな羊毛の寝床そして食べ放題に飲み放題それらを約束するからぜひぜひ嫁になって夕やで一緒に暮らしてほしいと それがなんじゃ毛皮屋にクラガかやその上はッチをコキ使うなど約束が違いんすおまあまあ違わなくないだろうだいたいお前の要求の通りじゃないか<笑><笑>何か言ったかやいえ何も <laughs> まったくだいたいじゃな 何が悲しくて犬のように匂いを嗅いで回らねばならんのじゃ忘れっぽい主はすっかり忘れてしまったようじゃがのわっちゃホロろうほろじゃ犬のまねなどできんせん忘れるわけないだろうどうだかのしかもこの量じゃ鼻が痺れてしまうし自分以外の毛皮の匂いなど嗅ぎたくありんせんんどうしてもダメか 大切な主のためじゃわ、ま、っちゃ主のけなげな嫁として一肌脱ごうと思いんすがそれでもなぁ報酬をよこせって <laughs>、うん、売り物の毛皮は毛をすいたり油で艶を出したりして見栄えを良くする作業が必要じゃろ ッチも自分の尻尾の手入れをしたいがいろいろ物入りでのはあわかったわかった毛皮の目利きと手入れにはケ牢様の力が必要だからなうんそうじゃろうそうじゃろう必要なものの価格は高くなる主との旅で覚えたことじゃ商いの基本じゃったなまったく尻尾の手入れだったかこういうかすみれがよい バラは最近会いた貴族の娘様も顔負けだな分かったよそれともう一つまだあるのか <laughs> このキイチゴを砂糖漬けにしたいんじゃな砂糖つぼが空でのそれは誰かさんがこっそり盗み食いしてたからなんうんそれはミュウリの仕業じゃなあやつは誰に似たのかいたずらばっかりじゃん わ,わっちではありんせんす少ししか食べておらぬはあ母と娘揃って食費に金がかかるから困ったもんだよたわけうんそそれで毛皮はどうするんじゃ主が自分で目利きと根付けをするのかや分かったよ砂糖漬けのための砂糖だな こうか不こうか村にうるこみが来てたしな <laughs> さすがわっちの旦那様じゃまったくさすがけん様だよお前もずいぶんあきないが上手くなった<笑><笑>、うん、では毛皮はそれでいいとしてじゃなそっちの薪はなんなんじゃ薪なら冬の蓄えがまだ余っておるじゃろああそれは燻製用の薪だ 湯屋で出す燻製肉に香りをつけて変化を出そうと思ってなほう,ほうほほうではこれのかぎ分けも必要なのではないかやわっちが香りの良い木だけ厳選してやりんすもちろん報酬はくれるんじゃろう。えあいや別にそれはというかこれ以上費用がかかると赤字になふんー これはわっちにも恩恵がありそうじゃから燻製した干し肉をザルに一杯くらいでどうかや砂糖漬けのキイチゴを食べたらしょっぱい干し肉も食べたくなるからの渡りに船とはこのことじゃほーれ、主よこの仕事、わっちが引き受けよう。あ,あ、あそう、それより、ミュウリのやつはどうしたん あのたわけなら朝方からわっちが用事を言いつけておったがもう本当臭い呼んだうわーすっごいたくさんの毛皮ねえねえ父様毛皮の山に飛び込んでみてもいい商品だからダメだええー、なんでいいじゃない減るもんじゃないしいやいや毛皮が痛んで値段が下がるんだよ お前だって尻尾を踏んづけられたら痛いし、毛がボサボサになるだろう<え>いや、待てよ<ん>ミュウリー、お前毛皮に詳しかったよなえうん村に踊りに来る踊り子さん全員と友達だからねこの服も、ほら南の流行に詳しい踊り子さん達に教えてもらったんだかわいいでしょふふふ… <laughs> ま このたわけは無駄遣いばかりしよって <laughs> 無駄遣いじゃないよ可愛い,い格好をしたら父様が喜んでくれるもの <laughs> うん、うん、と,とにかくミューリー毛皮に詳しいなら今年は鍵開けと根付けをやってくれないか報酬は毛皮に飛び込むだけでいいんだよなえなあの、主よこれその仕事はわっちが <laughs> どうだミューリーこの仕事をやったら毛皮に飛び込んでもいい <laughs> 寝付けも任せてよ踊り子さんたちから南の相場情報もばっちり聞いてるからねあっあっう,<ー> <laughs> うんクッフフフうんあ、うんおおお よし契約成立だエへへ任せてよ安く人を雇うのは商いの基本だ俺との旅で学ばなかったがうんまったくほらそっちの薪の仕事は残ってる報酬は燻製肉だったなその木イチゴはパンにでも混ぜればいいじゃないか木、うん、イチゴのパンと干し肉も悪くないだろう グリの身もつけてくりゃで、ね。はいはいふぅー終わったご苦労様あれ母様は木の匂いを嗅ぎすぎたって湯に浸かりに行ってるよ 何かおいしいもの食べたりしてそう私も行こうかな毛皮の感じはどうだ獲物はどれも元気いっぱいだったみたいだがうーん鹿さんでしょクマさんでしょキツネさんでしょそれにこれはなんて言ったっけ黒くてニョロリとしたやつだよね 全体的に毛並みはいいけどけどこの毛皮の商いは今回でやめた方がいいんじゃないかななんだってだが毛皮は毎年注文が増え今年の春は去年の倍以上だしかも他の夕夜も似たようなことを真似し始めてるなら来年はさらに倍でありんすってフフチッチッチ。<laughs> ちっちっちー 父様は兄様と似てるところがあるからね気が付かないかもコルと毛皮の商いに何の関係があるんだ <laughs> ねえ、父様私、新しい服が欲しいんだけどなー、はあ、ミュウリー、母さんのそういうところは真似しなくていいんだからな <laughs> けどまあ。 服に関してお前の知識は本物の商人以上だ有益な情報には対価を支払う必要がある分かったよ報酬は何がいいじゃあケープがいい薄手のウサギ側のやつまったく血は争えないはいはいウサギなやった <laughs> じゃあ理由を教えてあげる <laughs> ここで毛皮を買ってお土産にする人たちは ほとんどが故郷で女の人にあげるのにねなんだその口調と声はおとりこさんの真似か <laughs> 最初は安くて質が良くて大人気だったけど話題になりすぎたのよそのせいで普段は服になんて興味がない鈍い男の人たちもお土産にするようになったまったく男って単純っていうかさ あッははは。<laughs> つまり村側の女性たちはまたこの毛皮と飽きてるってことかさあさそうそうしかもおしゃれじゃないから目利きでもない兄様の服の趣味の悪さは本当にひどいからねおしゃれな男の人たちは周りと差をつけようとしてもう今までと同じ毛皮は買わないと思うだから 同じ調子で来年も仕入れたら大変なことになるって話なるほど <laughs> で次の流行はお前が欲しがってるウサギ側とか薄手のやつってことか正解毎年仕入れてるのは重くて厚手の毛がばっかりでしょこんなの全部やめてウサギさんかリスさんなんかもいいねマントに大きな鳥さんの羽をびっしりつけるのも流行ってるみたいだよ鳥の羽 ああやっぱり服の流行はさっぱりわからないなしかしこれらの毛皮が売れなくなりそうというのはよく分かったなら毛皮の扱いは今回で一旦やめておくか <laughs> 仕入れて売れなくても私がお昼寝ような敷物に活用するよそんな贅沢はさせられません <laughs> でもさ父様 そんなに残念そうなのうんうさぎさんやりっさんの気皮にすればいいだけでしょうんああそれはふぅ湯に入ってようやく花が落ち着いてきんすあ母様これみゅうり主は重視のろうそく作りはどうしたのかや湯の方に行ったら作りかけのまま材料がほったらかしになっておったがなああ そういや仕事を頼んだって言ってたな<ー>ミューリーお前また途中で放り出してたのかええー、っと <laughs> だって獣視のロウソク作り臭くて大変なんだもん蜜蝋のロウソク作りならいい匂いがするからいいけどねえ父様代わりにやってほしいな 狼の鼻にはとってもきついんだものえあ,あ、うー、んうん、そっかそうだよなそれなら、父さんが…たわけ<あ>塩らしい顔してもダメじゃ終わらなければ晩飯抜きじゃからなえー、もう、わかったよ母様の意地悪えぇ<な>お、父様 約束忘れないでよ。ああ,あ,あ忘れないよ。<laughs> はあ、主は本当にミュリーに甘いの。え、そんなことは。たわけ。泣き落としに引っかかりそうになりよって。お前もよくやるだろう。んあんなに下手ではありんせん。はい、あ。 その上ウサギ側が何とか言っておったかやあ、聞いてたのか当たり前じゃ主は目を離すとすぐにミュウリのやつにしてやられておるからの言い訳もできない、うん、じゃがミュウリの言う通り毛皮の商いは続ければよいじゃろうがん儲かってはおるんじゃろううんそれはまあ、うん、とはいえ その儲けを綺麗な毛並みの狼たちがかじっていくから大変なんだがね、うん、ミュウリは全く悪い娘じゃな <laughs> まあ手間の割にはあんまり儲からなかったし俺も久しぶりに商人らしいことを楽しめた言いたい目を見る前にやめとくよまあ主も少しはワッちとの旅で学びを得たようじゃな 昔は欲を書いてはひどい目にあっておったからのそこまでではないだろう多分、うん、主はすぐあれこれ忘れてしまうからのわっちが堅牢じゃということもしょっちゅう忘れておるようじゃ毛皮の匂いを嗅ぎ分けようなどと犬扱いも華だしいではないかそれは結局ミュウリがやっただろう木の匂いを嗅ぎ分けさせられたではないかお前がやりたいって言ったんだろうそれに報酬は燻製肉と木いちごのパンにすぐりの身だ何か文句が うーんアリン戦ならいいじゃないか欲をかくとひどい目にあうって昔の旅から学ぶべきじゃないのかのそれはバッチのセリフじゃったろうがまったくたわけじゃ嫌いじゃないがね <laughs> たわけ <laughs> 父様、母様、イチャイチャするの終わったた <laughs> わけ、こうやって手なずけておくのが肝心なんじゃ <laughs>、うん、それより森の方からクマさんが来てるんだけど母様にお届け物だってほう、もう来たかや、働き者じゃなお届け物クマからキイチゴを取ってきたじゃろその時に鉢合わせて仕事を頼みっす かまどの準備をしておいてくれゃれろうそくは後でいいじゃろうえじゃああれうちで食べるの <laughs> やったー何 <laughs> なんだ鹿か何かを捕まえたのか、うん、<laughs> ほら父様母様の命令だからかまど作らんうんえかまどの製作はお前に言いつけなかったか私と父様だよそうだったかそうだよ さらに私は父様と一緒に作りたいなま、まあいっかよし、かまどだっけうん <laughs> うん、こんな感じでちょうど良さそうだねあとは鍵棒と鉄櫛と油を受ける皿も必要かなあ、大きなナイフも必要だよね それからお湯をたくさん沸かしてと、と何か焼くというのはわかるんだが、一体何なんだ <laughs> 見たらびっくりするよでも、不思議なんだよね母様、どこであれを手に入れたんだろう前に商人さんに値段を聞いたら服が3着買えるくらい、すっごい値段がしたんだけどすごい値段鹿じゃないのか <laughs> じゃあ、私は動画を撮ってくるね 一体たなんなんだまた無駄遣いしたんじゃないだろうな主よ運ぶの手伝ってくれれ、うん、これ主よああ今行くんお前こんな豚をどこで <laughs> すごいじゃろ よくこえておるこれをこのかまどでじっくり丸焼きにして油のしたたる肉に <laughs> <laughs> えっとそれは素晴らしいことだがこんな豚が山にいるわけないだろうお前これをどうしたんだわっちが無駄遣いをしたとでもいやお前はいつまでたっても貨幣の種類を覚えられないからなお使い一つ満足にできない買いに行ったという可能性は低い <laughs> これはのわっちが朝方しとめたんじゃんしとめたおいまさか豚を売りに来た商人を襲ったんじゃ主はわっちを植えた犬か何かと勘違いしておるのかや、うん、<laughs> このたわけた豚はあれじゃ欲をかくとろくな目にあわぬという見本じゃうんうん,んどういうことだわっちは剣道ホロじゃ 森の獣どものことを考えておると言ったじゃろ連中の面倒を見るのもけんの務めじゃおおうそれでうんわっちゃ10日ほど前森の鹿かから相談を受けてのどうやらそれこそどこかの商人のもとから逃げ出したどんなブタが山に入ってきて困っておるとへえそれがこいつかそうじゃ。 雪の季節が終わりせっかく出てきた山菜の新芽やらキノコやらを根こそぎ食べておるとしかも森の掟など何も知らぬから好き放題じゃん商人に飼われていたのならそうかもなそんなわけじゃがなかなか知恵が回るし見客でのクマやらでは捕まえることができんかった縄張りも何も関係ないやつじゃからどこに現れるかどう逃げるかが予測不可能だったのじゃろう そこでワッチにおハがまわってきてオオカミのすがたにもどってきょうりょくしてやったんじゃがてきもあっぱれでありんすなかなかおいかけるのにほねがおれたじゃがこやつとワッチではここのつくりがちがうケン様さまだからなうんワッチャホロろンロホロじゃ無駄にはしるのはやめてちえをねった この豚は食欲旺盛じゃからな餌場に目星をつければよいと思ったそうなると山の中の一角にはこの季節とても都合のよい場所がありんすおおお前がキイチ一を取ったっていう場所かそうじゃその一角だけは季節が一つ進んでおる貪欲な豚なら必ず現れるそこではちゃちょくちょく見張りに行ったんじゃが今日ついに現れたうん ついでにキイチがも良い具合に熟しておったこのブタもワッチの存在に気がついて警戒しておったはずじゃが甘い匂いに耐えきれんかったんじゃろうはあいやそうか俺はてっきりお前の食い地が張っているのだとばかりノーるルオオカミは爪を隠すというじゃろオオカミだったがそれオオカミじゃとはいえ 本当はこういう森の秩序を守る仕事もミュウリのやつに仕込まねばならんのじゃがなあうわっあついハンナさん助けてあの調子じゃからの元気なのはいいことだが一抹の不安はあるな、うん、間抜まぬけなところは主にそっくりじゃ家庭の平和を守るためにそういうことにしておこう主がそう思い込んでおるのなら そういうことにしておくのも健老の度量というやつじゃ、うん、<laughs> まそんなわけじゃからこれをしとめて森の秩序を守りついでにキイチゴを収穫しおまけに肉までも食えるという一石三鳥というわけじゃなるほどさすが健老様だそうじゃろうそうじゃろう 主もまあ、毛皮の商いでそこそこ儲かっておったようではあるがのうこのわっちにはかないんせんじゃが主よ<お>主が商いをやめるのはわっちが原因かよえ毛皮の商いは主が久しぶりに楽しそうにしておったことじゃじゃが 次からはやめると言うじゃろえあ、それはあれだよニュー,リーの情報があったからだウサギやリスにすればよいと言われておったのに主は乗り気ででははななかかったではないかああそれはというか一体全体急にどうしたんだ <laughs> そのわっちがいささかいやほんのちょびっと分け前を欲しがったからそのせいで儲からなくなったから主が大好きな商いをやめるのではと思ったら。 わっちゃえっああいやそれは違うああいやあれこれねだられてもうけが飛ぶのは間違っていないが <laughs> やっぱりそうじゃわっちのせいじゃったんじゃな <laughs> ああそれはわかったわかった理由を言うよ<ん>毛皮の取引はもうけそのものが楽しみだったんじゃないそうなのかよああそうだ赤字にならなければいいと思っていた だから年を減るごとに量を増やしてたんだうんうんああすまない分かりにくいよなえけどそのなんだ俺もまた自分でバカだなと思う理由で怪我を仕入れていたんだよあどういうことかやまあ座ったらどうだ、うん、俺はなあの怪我が売れ残ればいいと思って仕入れてたんだ 全然分からぬ主は儲けるためにやっておったのではないのかよ正確には毛皮が売れ残った時にちょうど差し引きゼロになればいいと思っていたつまりある毛皮だけを無料で手に入れたかったと言えばいいのかはあうーんそれならリスやウサギを仕入れて売ってその儲けで目当ての毛皮を買えばいいじゃろあるいは。 わっちに頼めばよいじゃろうがわっちゃん主のなんじゃ主の頼みならば喜んでいやぶどうをザル一杯程度で引き受けてやるというのに <laughs> そうだよな俺の自慢の嫁は狼だお前ならどんな獲物だってすぐに捕まえてきてくれるだがそれだとちょっとな問題があったというかまさか狼の毛がわかや えたわけこの浮気者待て待て違う誤解だ <laughs> 誤解じゃと誤解だ誤解 <laughs> だいたいそこにオオカミの毛皮はないだろう俺はそこの仕入れた毛皮の中で欲しいものがあったんだ確かにオオカミはないがなんか怪しいの一体なんなんじゃ <laughs> 誤解で噛み殺されたらたまったもんじゃない浮気などしたら頭からバリバリ食べてやるからのしないってまったくあに,あにあ,にあ,あのなすごく間抜けな話なんだうんうんまあ話は常に間が抜けておるから気にならぬそれでおいまったくそれでなあそこには毛皮が4種類あるだろうクマシカ キツネ定番じゃな俺が欲しかったのは最後のやつだよ最後のそれはあれじゃろあの何と言ったかああそうだ天の毛皮俺がお前と出会った時お前が潜り込んでいた二馬車にあった毛皮だ毛皮の歩き売りに来ていた商人が天の毛皮を持っていたそれを見て懐かしくなったんだ お前と出会った時のことが一気に目の前に広がったよだから一枚欲しいと思ったんだが服に興味がない俺が毛皮なんて買ったら妙に思われるだろううむ間違いなく勘ぐるのしかもそれがお前との出会いのきっかけとなったものだなんてことになったらお前は絶対からかうはずだそれはもちろんじゃ絶対にからかうからかわぬはずがありんせん 目に浮かぶよだからこっそり手に入れたかったなるほどそれでいくつも種類を仕入れた上で売れ残りとして仕方ないといった感じで手に入れようとしたわけかよそうだだが俺の商人としての才能が災いしてしまった毎回多めに売れ残るはずだと思って仕入れたのに全部売れてしまってなたわけわっちの花と目利きで品定めしたからじゃろうがそうだった それでウサギとリスでは意味がないということだったんじゃな、ね。ああ、天の毛皮だ。オオカミの毛皮が一番なら、天の毛皮が二番目に好きだ。主はたわけじゃ。自覚しているとも。そんなこと言われたら、嬉しくて苦しいじゃろうが、このたわけ。 ッチャー、主の荷馬車に乗り込んだ最後までずっと一緒じゃあ,あ、うん、みゆりいつのまに父様と母様の間に薪を置いておいたら勝手に火がつく気がするんだけどぐぐこれが長生きの秘訣じゃはあ ほれほれ、ぼーっとしておるでない。火を起こして豚を焼いて、今日は宴会じゃ。宴会じゃ <laughs> 今日も、の間違いだろ。<laughs> 最高ではないか。そうじゃろまったくだ。最高の毎日だよ。<laughs> ほら、父様、母様、<え>手伝って。 うんはいこれ。